上海料理とは中国の上海市を中心に食べられている中華料理のチャンス料理の中継に含まれる代表的な郷土料理の一つ。上海ガニ、小籠包、生鮮饅頭は日本でもよく知られた代表的料理である。上海では地元の流派の料理という意味で本法祭とも呼ばれる。上海の周辺に位置するチャンス省や石膏省一帯は俗に 魚米の里と称され、魚介類と農産物が豊富な平野である。上海料理の源流は、チャンスー省の蘇州や洋州で食べられている、酵素料理や石膏省のネーハや甲州の石膏料理で、長江の加工に近いという地の売りから、18世紀以降、これらの地域から移り住んだ人々によって、大都会へと変貌する中で、持ち込まれたふるさとの食文化が融合して形成された。 さらに20世紀以降に広まったロシア料理、フランス料理などの西洋料理の手法や調味料も取り入れてより豊富なものへと変貌した。酵素料理の流れを組んで酒、酒粕、醤油、黒酢などの醸造品や砂糖、麦芽等を多用するため甘く濃厚な味が特徴。また、麗派料理の海鮮料理や超高、太古などの炭水産の食材も多用される。 上海は近代になって急速に人口を増やしてきた移民都市であり、祖先伝来とされるような料理は少ない。周辺地域の料理であるチャンス料理、石膏料理、甲州や蘇州、ネーハの料理が入り混じり、時にはそのまま上海料理として供されることもある。上海料理に大きく影響を与えた地域は時代によりいろいろ変わっている。最初に暗記料理があり、ついで寧ー 洋州、蘇州の料理が現在の上海に最も影響を与え全体の風味を形成した。19世紀になって開港され、後に疎開が形成されると西洋料理からも手法や調味料を取り入れ、さらに中華人民共和国建国後は関東料理、四川料理などからも手法や味を取り入れた。近年は高級店や若年層を中心に、 欧州志向が特に強く見られ、それらはヌーベルシノアとも呼ばれる。上海ガニの蒸し物せせん,まんじゅう上海料理には皮お料理が多い。ありがとうございます。